球速旋回って球速に逆を向くっていうことなんですよ。球速に逆を向くっていうこと。こうやって視界の移動の速さを生かして体も移動させちゃうっていうのが球速旋回なんですよね。こう体を動かすだけのスピードだとこれが限界なんですよ。この速さが限界。レステの場合、左スティックだけで動かすとサバイバーの回転スピードってこれが限界なんですよ。これに視点のによる回転のスピードが加わることによって速く動けるわけですね。これが急速旋回。視点を先に動き始めさせてからこう体も持っていくっていうね、こういうことなんですよ。